今日はですね、この昨日建てたキッチンのところの壁、ベッドのところの壁に終わりましてね、ここのカバー作っていってます。で、ここもタイヤハウスみたいになってて、こうやって木で盛り上がってるんですけど、ここまあこういう風にフローリング、こう椅子になる予定なんで、ここフローリング貼っとかんと見えるとこなんでね、見えるとこまでは、フローリング材貼ろうかっていう話なんですけど、まあちょっと若干やっぱり、分厚さとかの関係若干ずれるとこあるんですけど、この横考えました。はめ板なんで、こういう風に、はまる方とこっちと刺さる方とあるんですけど、ここの部分っていうのは、こういう風に45度にカットしてまして、ここで合わせて、上のんと下のんでガッチャンコすると。でも、こっちまで全部端まで、そういう感じで貼るんですけど、こっちの側面どうしようかなと思ったんですよ。で、板が15ミリあるんで、かぶせたら、ここの断面が横から見える。で、横に合わせたらここの断面が上から見えるっていうので、かっこ悪いんで、どうしようかということで、ここね、ここちょっと丸ノコで何回も通してね、こうやって、溝というか、切りました。まあ、トリマーでもいいんですけど、ちょっと硬い木なんで、トリマーちょっと負担きつすぎるかなと思って、丸ノコでね、やったんですけど、こういう感じでやったよね。これとこれも今、ボンドと、枝ボンドと、細ビスで留めてあるんですけど、ここを、パコンとこう、はまるんすよね、これが。ぴったり、こういう感じで。そうすると、ほら、ここ、ちょうどこの5ミリのこの重ねなりのここだけがこうピタッと合うということで、これは、なかなか、我ながら綺麗に、行くんちゃうかっていう風にワクワクしてます。ほんで、ここの部分っていうのが重なってるんですけど、ちょっとやっぱりね、尖ってて危ないんで、当初トリマーかなんかでギャーってやって丸めようかなと思ったんですけど、ここに関してはね、後々にはなるんですけど、見切りつけていこうかなと思います。ここに。やっと。多分それの方が安全やし、見た目もいいかなと。で、ここの断面に関しても、あんまり綺麗じゃないんで、ここも見切りつけようかなと。ここはね、ひょっとしたら見切りつけてもいけるんちゃうかってくらい綺麗にできそうなんで、こんな感じでね、向こうの端まで、今日は貼っていきたいと思います。というわけでね、今、一応ここまで貼りまして、ちょっとここだけ、またちょっとこっちとの兼ね合いがあってね、ちょっとまだ止めてないんですけど、一応こんな感じ、雰囲気でだいぶいけましたね。で、ちょっと一番気になるのはね、ここがちょっとずれてるっていう話で、これ、まあもう100点求めたかったらほんまは、ここの姉妹をさっき考えた状態で、こっから張り出してたら、もうちょっとここの位置調整できたかなとか、あとですね、まあちょっと僕、カンナー当てんの苦手なんですけど、ちょっと木硬いんでね、電気カンナーで木割れてまいそうな気して、ちょっと躊躇したんで、あれなんですけど、これが15ミリあるんで、5ミリほどね、まあカンナーなりで薄くしてですね、やると、ここはぴったり合うんですけど、ちょっともういろいろ考えた結果ね、あまりにもね、ここのためにね、ちょっと、その5ミリの精度出すっていうのも結構3枚やらなあかんので難しいんで、ちょっとここは諦めてですね、若干ずれてるんですけど、まあ、パッと見た感じそんなにわからんので、こんな感じでね、OK と。まあ、こんな感じですよ。他のとこは結構綺麗にね、できてるんで、高さとかもぴったりですしね、いい感じかなと思います。で、向こうはちょっとええかげんなことしてるんですけど、見えへんなるんでね、ここにまた、壁というか、来て、ここ椅子くるんで、まあ、ほぼここも、まあ、見えないんですよ。この辺も見えないんですけど、まあ、一応こんな感じで、ね、ここも止めてないんですけど、これまだ後々止めようかなということで、次ね、ここの、ちょっとテーブルどうしようかなとか今ちょっとひらめいてたんですけど、どうしようかな、ここ考えへんかったらこれ止められへんのか。そうか。テーブルをね、どうしようかなみたいな感じで、これを外すとですね、こんな感じで、ここにね、また僕の大好きな純正の、ここ、ボルト入れれるところがあるんですよ。これめっちゃネジ強いんでね、これ使いたいなぁとか思いながら、
これ使うとしたら、さっきテーブルなりをここにつける予定なんで、それを考えていかなあかんなっていう話にはなってくるんですけど、どうしようかな。結局ね、ここはもう固定しとしましてですね。で、これちょっとまだ置いてるんですけど、壁行ったろかな思って、この反対の壁で、ツイッター上げてたらね、ツイッターじゃあ、X か。上げてたら、壁でかい。これではエアコンが効かんぞ、ということでね、皆さんにありがたいご指摘いただきましてですね。とはいえですよ、ちょっと、壁ないと、なんかかっこよくないんで、やっぱり格好もね、つけたいということで、こんな感じでね、右側、くり抜きました。ちょっとこれで、なんとかね、うまいこといかへんかなということで、ちょっと工夫してやっていきたいんですけど、この下に関してはね、これ今はこんな状態なんですけど、天板引いたりすると、どっちみち風通らへんのでね、こんな感じで、これ開けといたらだいぶちゃうと思いませんか？皆様、どうでしょう。まあ、一回ね、ここでちょん切るのはね、いつでもできるんで、一回、このパターンで一回作ってみてね。まあ、どうしてもエアコン効かへんとか、そういう話であればまたちょっと考えたいんですけど、これで行ってみようか。いい感じちゃう？今ね、この青いところの壁が立てれたんで、ちょうどね、時間が昼ぐらいになったというところで、気温が33度ぐらい。まあ、あんまり、真夏のこともだ全然、まあ、序の口みたいなもんなんですけど、こっからね、冷房オン。で、まあ、設定どうしようかな。23度ぐらいであんまり変わらんと思うんですけど、これで、前とね、後ろの温度差。まあ、温度計ちょっと移動したりせなあかんのですけど、この後ろの部分と前のところって、まあ、もともと、この前は暑いんですけど、壁ない時から、どれぐらい違うんかっていうのをね、見ていきたいと思います。今、時刻がですね、何時や。11時39分。まあ、1時間から2時間ぐらいでだいぶエアコンかなり効くはずなんでね。それで温度差見ていきたいと思います。こんな感じでね、壁の方が付け終わりました。で、まだちょっと細かいところね、やっていくとこあるんですけど、一応冷房の効き具合っていうところをちょっと見ていきたいんですけども、冷房がですね、今、16度マックスにしてて、で、ずっとかけて、ちょっとまあ出入りとかしてるんですけど、で、今日外の天気はね、今多分気温外32度ぐらいで、晴天、めちゃくちゃよく晴れた日になります。で、冷房今マックスでつけてる状態で、で、風向下向きですね。はい。で、行くと、まあ確かにもう体感的に壁よりこっち側はかなり涼しい。で、この辺も全然涼しいんですよ。風もバーって来てるんで。やけど、だんだん下がっていくと、この入り口付近になると結構もう、暖かくなってきます。で、温度差ね、今ちょっと見てるんですけど、ここまあご飯とか食べるスペースになる予定なんですけど、まあ、ここの温度が、27.5 度。で、アウト側が線こっちに引っ張ってまして、この上につけてるんですけど、ここがね、23.7 度ということで、まあ、だいぶ温度やっぱり違うみたいですね。で、一応ね、もっとこの下とかにつけたら冷気下に溜まってくるんで、もっと多分冷えてるかなと思います。2時49分。あれ何時だったっけな、エアコン回し出したの。12時半ぐらいやったような気するんですけど、気温がですね、今ずっと閉めっぱなしで、ちょっと、ほったらかしにずっとしてたんですよ。ほんならね、前と後ろの気温が一緒ぐらいになりました。うん。まあ結局時間がかかるっていうことで、あれなんですけど、まああれかな、外の気温もだいぶマシなんでね、あれなんかもしれないですけど、
まあ、ここ開けてるっていうのでね、ここの入り口に来ても結構風入ってくる、風当たるんで、まあそういう意味ではこれやっぱ開けてよかったかなと思います。で、まあ、まあここにまだちょっとあれつけるもんあるんであれなんですけど、まあ、一旦こんな感じでね、次進めていきたいと思います。テーブル、ちなみにあのアウトドアのテーブル、ちょっと無理くりこうやって曲げて仮設してみて、ちょっとイメトレしてるんですけど、どんな感じでしようかなって感じですね。でここシャワー室とあとキッチンとやったらもうほぼ完成なんですけど、いやー、このテーブルのとこね、この下バッテリーなんで、この下にね、この下固定できないんでね、どういう風にかわしてうまいこと作ったらいいかなとちょっと悩んでるところです。今ねエアコン止めて、そのままちょっと片付けようかなと思ったんですけど、このね気温計見てたらですね、エアコン止めた瞬間にね、バン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 、やっぱ気温が上がっていくんですよ。まあ当たり前なんですけど、やっぱりねエアコンのこのついてるありがたさ、エアコンの効果っていうのはね、こうやって見てると、こうやって喋ってるうちにでもね、バン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 上がっていくんで、やっぱエアコンの効果っていうのはやっぱすごいなと改めてね思わされます。